日本のお弁当は今や弁当として世界中で通じるようになっています。また、この弁当ファンは海外にはたくさんいて、日本の弁当を売るお店は世界の至るところで行列ができるほどの人気となっています。日本の高校でも弁当持参の生徒がたくさんいます。日本の小中学校の昼食風景や日本の女子高生たちの ランチタイム風景を映した動画が今ではたくさん紹介されています今日はこの jk の弁当風景ランチタイム風景を紹介した動画の中から海外のコメントを紹介いたします日本人には意外なことや日本の弁当や女性への憧れ日本の高校への憧れなどとてもユニークなことがたくさん書き込まれていました まるでアニメを見ているようだアニメをそのままコピーしたみたいだよもともとアニメは日本人発祥だしね日本人の友人が欲しいんだ日本語を勉強したいんだけどとても難しいね日本語は「なんだこれ」と彼女が言ったとき「私は死んだエミきっとかわいすぎて」 中話題満載テレビみんななんてかわいいんだよこっちじゃランチはみんなカフェテリアでするよ味気ないしおいしくない日本みたいに教室で弁当を食べたいな私も日本のハイスクールへ通いたい日本は持ち物から弁当までみんなかわいいよね私も。 もっと日本のハイスクールを早く知っていれば絶対に日本へ行ったと思うわ日本の弁当ってなんて綺麗で美味しそうなんだ日本にはキャラ弁というのがあって本当、もうそれは芸術的だから日本を恋しく思うんだ日本人はみんなかわいいかわいすぎる この動画は私を腹ペコにしてしまう。彼女たちはみんな私よりたくさんのご飯を食べていますが、それなのに私はあの子たち全員より太っています。公平じゃないわ。日本人を愛してるよ。これは日本の高校のランチタイムなの。私も日本のハイスクールに通ってるから。 制服はネクタイと、短いプリーツスカートがついたブラウスと、ベストよ。なんてこったい、みんなすごくかわいいじゃないか。日本の女の子は、みんな肌がすごく白いんですね。私の学校では、お弁当はほとんど持ってこない。みんな、学校の食堂で食べてる。 あののを入れるる容器はどこで買えるの私はバックパックにそのまま押し込んでいていつも壊してしまうんだけど。など日本のハイスクールの雰囲気や女の子弁当などに対する憧れの声がたくさんありました。日本人からすると普通のことが海外の人にはとても新鮮で強い憧れを抱いていることがコメントから察せられました。 日本本って本当にいい国ですね。それではまた次の動画でお会いしましょうね皆さんはどのように思いましたか